ハローニーハオこんにちは、オーイズイレブンゲームチャンネルの時間です。はい、今日はですね、はい、ガチャ動画はもうね、皆さん飽きてると思うんで、ギルドオファーの、はい、タイミングがちょうど撮影と重なったんで、はい、ギルドオファーの動画イエイ行きたいと思います。イエイイエイ。はい、あとはよろしく。はい、ですね、今までギルドオファー星6は今ピーみたいな感じだったのドグーって言ったんですけど、そこが書き消された。ドグーと、はい、あと墓標もどきを動画にアップしてクリア。墓標もどき最近暴力的なんですけど。そうですよね、なんか長くて多分あのルーシャ俺引いたから。あーそうだ、違う、うん、触りたいんだよ俺は。おめえさんとただそれだけです。この間も二人で動画撮ったんですけどね、最後ペタペタ触られて命に来てるのにねえ、本当ですよ。食べてんだって、ゴリラでなんかあったら勝てないの、力で。まあ、そうですね、うん、力だって。あ、でもオンメイさんも鍛えてるじゃないですか。いや、でもこう野生爆弾じゃないですか。もう最初から生まれ持ったような思いですもんね。才能、本能がすごいから、どうしようもないですバリスね、すごい運動神経がいいんですよ。もうあの、ないですよね、足山とかも平気で崖とかも平気で登りますからね。ポン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 。あー、想像つきますね。本当に、なんか昔覚えてるのがね、何かなんかして公衆便所あるじゃないですか、はい、うん、あれの屋根上にピョンピョンっつって普通に乗ったんですよ。壁を2段蹴ってシャンシャンって、パッ、あのテレビやってるサスケみたいな。ああ、そう。あれね、テレビ、サスケでやってるとさ、ほんと出たくなるよね。ガルスいけるんじゃないかな。まあ、無理だね、無理だと思う。さすがに。いやけどね、センスがあるから鍛えたらどうにかなると思う。そうですね、あれすごい。すごいよ、そうですか。これだって、結構才能ないと厳しいよね。力だけじゃなくて。そう。って言ってる間に、もうだいぶ進みましたね。進んでるのだいぶわかんないですけど。テレーズはそっか、生かしておきたいですよね。そうですね。あの、3面の鬼武者そうだね、鬼武者が、あ、ちょうどね、いいんだよ、テレーズは。まあ、あと、ティアマトを削るのも、あれだよね、範囲が、いろんなサクサクに、サクサク。やっぱテレーゼ欲しかったなぁ。クロさん持ってましたっけ、テレーゼ。テレーゼいるんですよ。あー、いいなぁ。やばい、タイミングが。そう、この、そう、これのボタンが、ね、これが強いよ、これ。強い。めっちゃ強いよ、これ。そうで、速くなりますね、シンフォニーが。大きいですよね。そうなんですよ。そう、シンフォニーもかかるから、かなり強いんだよ、テレーゼ。え、今回の、その赤ミラ、今日テレーゼ、あー、弓の対決だね。あー、どうなんだろう。どっち欲しいかなぁ。あ、けどだってテレーズ持ってんのか、2人は。そうですね。だからテレーズはいなくなっていいのね、2人にとっては。あ、でも面白かったですよ。いるとやっぱり、うん、楽しいから。赤ミラかなぁ、けど。どっちだから、赤ミラ残るだろうな。それか、赤ミラ持ってる人がテレーズ、赤ミラ潰しのために、わざとテレーズに票を入れる。あー、そういうのもありますもんね。あ、赤みが普通に強いもんね。うん、強いです。めちゃくちゃ強いもん。ただ、僕ら3人とも持ってないんですけど。手にしたい。いやあと、武器、モチーフの武器とかも持ってほしいのとかで。そうだね。ありますもんね。東京の時。東京僕、あの、一回もしたことないんですよ。え？したことない。ひどいな。本当に？したことないね。あの、とりあえず新しいキャラがいるじゃん。それを終わらせるだけ。へぇー。あー、早く終わらせないとっていう感じ。ジュエル回収で。そんなこと言ったら、あれか。ひどいな。あれはね、白猫ファンの人。そう。お前。ただのロビン勢かってやる。私、今回、アマーリエが来なかったら、あれ、アマーリエに30球を入れて、そう、当選を狙おうと思ったんですけど、ね、来たからそれはしなくてよかったから。あれってだって、クエストクリアしなきゃいけないんでしょ。そうだね。クエストクリアして1票ってなるんだよね。そうですね。そのチケットに連れてって。1分2分かかるよね。あれクリアするのに。もうちょっとかかるんじゃないかな。ロードとか。まあでもね。まあキャラ愛がありますからね。マジか。おぼつきましたね。はい。早い早い。おぉ。来ましたね。テレーズが強い。強いね、テレーズ。ほんと強い。
このさ、そうだね、そうだね。あ、そっか。あ、しかもちょっといろんな属性の、超強えじゃん。超強い。そうだね。しかもなんか SP 商品そんなに？そう、SP がね、こいつ SP 周りがね、優秀なんだよ、強いくせに。楽しそう。これさ、宮本、この視点かなり、ね、やりづらいね。画面一旦隠しちゃってるから。やべ、胴体にしか当たってないんだけどね。飛びすぎじゃない？動きますね。ほら。けど、ティヤマトってそんな事故ることないよね。超強い攻撃一発で来てるって。なんかあったあれ？あんまない気がするんだね。あ、なんかあれだ？あとどこだ？あ、でもかかるかな。あ、左手だ。あと関連の、その、何言ってかわかんないけど。ビリビリビリ。そうそう、それくらい来ちゃうと。あれが、ね、やべ、凍ってる。いやけどやっぱり SP が全然枯れてないじゃん。22で結構やってるけどね、相当打ってるよ。割れろ割れろ。まだかあれ SP ゲージが見えない。左手足が、あー手に当たった。あ、いった。なかなか。だいたい青が残るよね。そうだね。うん、青は高いですね。あ、そっか、しかもこれ打ち終わった後、新車にかかってるから、そうそう。シャルロットが大活躍するんだ。そうそうそう。その計算なんだけど、左手に当たってる。なかなか。出足がさすがにね、遅いからね、とりあえずね、作るよね。ちょっと置いてたらいいね。おい、体にしか当たんねえ。あ、当たった。壊れねえな。なかなか、でも。これは、あれするね。うん、部分狙い。いった。おー、はい、シャルロック来た。最強の状態の。おー、すごい。すげえ。これは強い。すごい。強い。16万。その前に何万か当たったもんね。16万って。すげえ、シャルロット。強い。ビルフリートがさ、出てきた時ってさ、あの時なんか1万、ああ、っていうので、すげえってなってたんじゃない？リュークフリートで、ね、え？そうだよね。そうですね、ビルさん。だからずっと待ってた。あ、リュークで。リュークフリート出てきた時で、グレンタイザーになって。今もうね、普通に10万とか出ちゃうからね。へえ、すごいですね。あ、待って、はい。あ、うん、まあまあ、いや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 、そもそもこれこれ炎属性ダメージプラス 20% と炎属性ダメージプラス 20% とかあるわけでしょ。あるね、あるでしょ。けどそれネガティブはあるの？40は分かんないけど、ネガティブないやつもあるんじゃないかな。40、魔法特攻、生物特攻40ってのあるけど、それ微妙じゃん。けどこれぐらいのやつって星5あのギルドオファーとかだと、まだ当たりの方じゃなかった。そうだね。ああ、まあまあまあ、ね、プラス 20% ってあんまり出ないじゃん。そうですね、星5でも、でもね 15% プラス 20% とか出る。同じ属性が、星5で、同じ属性でそれが出た。炎属性と、あと水属性か、かなり強いじゃんそれ。なんかでもなんかなんつうの、パッとしないよね。属性系のはね、そうそうね、やっぱり攻撃速度アップ、そのキャラがいないとね、攻撃力アップ、そうそうそう、全員のキャラに使えるようなのは欲しいですよね。そうですね。まあ俺もその属性、雫もいないし、ね、あとなんだ、水属性、雫か、恩恵があるの。雫ですね。もういないしね。キャラ欲しい、キャラ。本当出ない。けど引けない。本当に出ない。クリスマスから本当に。ああ。ということでね。はい。ギルドーファー星六のティアマト編ですね。はい。は無事に、シャルロットと強キャラのおかげでサクサククリアできました、ね。16万というダメージも見れたしね。そうっすね。そうっすね。まあティアマトは配信率はすごい高いよね。みんなダウンしてからね。ということで。また次のギルドファー肉まんが出たらやりたいと思います。はい。
はい、ということで皆さんさようなら。バイバーイ。バイバーイ。